荒木育也は東京都高等区出身のプロ野球選手。宇藤左田、阪神タイガース所属。中学時代は東京都高等区ポニーリーグの高等ライオンズに所属し、全国3位。日本大学第3高等学校では2年夏に内野手兼外野手として第87回全国高等学校野球選手権大会に出場。 三年夏は、西東京大会決勝にて、斉藤祐希率いる早稲田実業学校高等部に、延長戦の末破れ、甲子園出場はならなかった。卒業後は、東京六大学野球連盟所属の明治大学、経営学部に進学。二年春より、レギュラーに定着。十一投類を記録し遊撃手として、ベストナインに選出された。三年秋には二塁手として、 ベストナインに選出。リーグ戦、通算71試合出場、255打数72アンダー、打率、282、日本塁打、31打点、36盗塁。2010年10月28日、2010年度ドラフト会議にて、阪神タイガースから五位指名を受け、11月19日に、契約金4000万、年俸600万で仮契約を結んだ。 2011年5月20日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、関本健太郎の代走として初出場。ウエスタンリーグでは、チーム最多の93試合に出場し、チーム最多タイの盗塁11を記録した。11月から同僚の海優兵、秋山匠と共にオーストラリアンベースボールリーグのキャンベラ・キャバルリーに派遣された。2012年、一軍での出場はなく、 ウエスタンリーグで90試合に出場、打率、224で投類7を記録した。2013年、2年ぶりに1軍での出場を記録、主にダイソーとして20試合に出場し初投類を、含むに投類を記録した。4月3日の対中日ドラゴンズ戦では、初の先発出場。ウエスタンリーグでは42試合に出場し打率、208、投類8であった。 2015年5月28日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で2番サードで出場、自身プロ初となる猛打賞を記録した上で2投類を挙げた。また3四球を含む全6打席出塁という記録を打ち立てるとともに、阪神タイガースの通算5戦勝に貢献した。二千十六年七月二十日の読売ジャイアンツで負傷した西尾克の離脱により、 2番セカンドを中心に18試合にスタメン出場。最終的には46試合に出場し、73打席ながらもそれまでのキャリアハイとなる打率。246をマークした。2017年、前年よりも多い49試合に出場するものの、打率は118と低迷。ダイソーや守備固めを中心に起用される。 5月3日の東京ヤクルトスワローズ戦では、右のアンダーハンドである、ヤクルト先発、山中博士投手対策として、左バッターを固めるスタメンの中、一番ファーストとして、先発出場。5打数1アンダながらも、6回表に逆転を呼び込む、高走塁を見せた。2018年、糸原健とや大山雄介、上田海良の対等によって6年ぶりに1軍での、 出場はなく、ウェスタンリーグで83試合に出場、打率226で、盗塁13を記録。シーズンオフには1000万円から100万円の減俸を受けた。2019年、前年の周期キャンプでは、外野守備に挑戦するなど、出場機会を模索。6月5日に一軍登録をされ、6月9日の北海道日本ハムファイターズ戦では7回裏に、 代打として出場。宮西久雄からヒットを放ち、1軍での2年振りの安打を記録するも、それが、シーズン唯一の安打となった。ウェスタンリーグでは76試合に出場し、打率241チームトップとなる、盗塁19を記録した。10月の宮崎、フェニックスリーグでは、平田勝夫2軍監督から、もう一度やろうかと打診され、 自分もそういう思いだったと契約公開の会見で語るなど、来期には二遊間で勝負する姿勢を見せた。2020年9月25日に新型コロナウイルス感染症に感染した選手を含む10選手が登録抹消。同日のヤクルト戦では、疲労性なりや糸原健とといった二遊間のスタメンが抜けた穴を埋める形で4年ぶりに2番セカンドとして先発出場を果たした。 50メートル5.7秒という抜群の脚力を持つ。大学時代には遊撃種、二類種でベストナインを一回ずつ獲得しているが、プロ入り後には出場機会を増やすために一類種や外野種に挑戦し、内外やすべてのポジションを守る。矢野洋大監督から二軍監督をやっていて、数人以上に荒木の必要性っていうのを感じたと評されるなど、 ユーティリティ性やソウルイ技術が高く評価されている。ありがとうございます。